悲しそう。お前が弱いんが悪いんだよ。ひどい。はい、じゃあね、今日もポケモンやっていきたいと、ヘラクレスじゃね、ヘラク、もうなんでオープニングを毎回喋らせてくんねんだろうな。なんかやろうとする、強ー。じゃれつくでどんぐらいいく。あ、一応これでゲットしてくれ、じゃあ。オープニングを喋らせてくんねんだろう。OK でーす。OK でーす。一本ずつのポケモン、ものすごい快適な持ち主、自分の体重100倍の重さでも楽にぶん投げる。はぁ、あ。増えてるなぁ、ポケモンがなぁ。っていうことでね、続きやっていくんですけど、前回ね、黄色のクイズ全部抜いたんだよ、多分。で、よくわかんないけど、とりあえずね、この辺をね、散策してくるわ。でも、さすがにもうポケモンを追えないといけないと思ってるので、私はもう。チャンピオンロード8分の6、スターだったゴムノさん。まだ4回、5回は絶対動画としてあるから、とりあえずね、この辺勝手に見切ってくるんで、ちょっとね、なんか面白いことあったら、多分面白いことは多分ないだろうけど、ちょっとこの辺を散策していきますので、めちゃくちゃカットしますので、よろしくお願いします。はい、行ってきます。やっぱ新しいところって、新しいところって面白えな。ワクワク感が半端ねえな。ゲッチュー、リククラゲっつんだ。10本の触手で絡みつき、養分を吸い取って苦しめる、裾のヒダはチームで人気。とりあえずもうニックネームとかどうでもいいんだよ。もう、とりあえず進めるよ、今日はもう。すげえな、やっぱ新しいと、なんだよ、こいつは。ポケモンかよ、お前は。何このポケモン。ボレトス。はぁ、知らん。大爆発しないでー。倒れないでまあそこにもいるからいいから捕まえてくるわこいつも大爆破しすぎてもう全然捕まえられなかったわ。もうミノムシポケモン、鋼鉄のように硬いから全身を覆っている、中の正体は不明と。あ、クヌギ玉の進化系なんかな、よく分かってねえんだけど。すげえ、おい、ケッキングとかもここにいんだ。なんかわざわざ育てなくてもよかったじゃんって今更ながら思ってんだけど。この上も行けるようになったんだよな、崖登りで。すげえな。ちょっと崖登ってみるか、この上。あった、まだ違う。黄色の杭に関しては、ここにあんだ。でも、パッコじゃなかった黄色の杭。まだ全然あったわ。全然紫の杭が8個だと思ってたからさ、黄色の杭もそんなんだと思ったらさ、ここなんだ黄色の杭の結果。まだ足んねえ。あと何個か分かんないけど足んねえよ。てか、どうやって飲むんだっけ、登り方は分かってねえんだけど、あんまり。崖、あ、こうか。ライチュいるな楽しいな。新しいところって楽しいな。高っ。ここどこだよここどこだよじゃあとりあえず、見るか何こいつこいつらゲットしてなくねえか。カリキリって誰だよおめえOK でーす。 OK でーす。天草ポケモン、落ち着いて日光浴できるよう、カリキリ専用のフラワーポット与えるトレーナーも。はあ。で、こいつの進化系がそこにいるから、そいつもゲットしてくるわ。花釜ポケモン、鮮やかな花色を保つには手間がかかる、トレーナーの細やかさが問われるポケモン。はぁ。今何匹ゲットしてんだよ。いいよ、お前は。ってことはよ、てかちょっと思ったんだけどさ、さ、なんだっけ。黄色の杭がさ、これ左上まであるわけじゃん。なんか今この辺に黄色の杭のなんか結果が出た。ただ結局だから紫のさ、杭も多分この辺にあるんだよな。多分残り1個だと思ってるのが。だっていうことは今まで探してた黒は何だったんだっていう話なんだけど。まあいいや、そんな話は。でもこんなもんかな。まあ軽く見たんだけど、この辺のエリアを。なんか特に何にも、あんまり見てねえんだけどね。あんまり見てはいないんだけど。ほんと軽く見た感じ。なんかそんななさそうだから、とりあえず進めるか。もうさすがになんかポケモンをもう、もうちょっと進めたいなっていう気持ちも欲が出てきてしまったので、まあちょっと軽く今回見たので、まあもしね、またなんか、時間があればこっちに来ようと思いますので、今日は、なっぺなんだっけ？氷のジムリーダーと、ここのね、なんか二つ行ければいいなと思ってんだけど、行けんかな？これジム二つか、ここ。ジム二つ行っちゃうかも。今日でチャンピオンロードを終わらせるか。ということで、まあ、ジム行ってくるわ。
え、マフティフがいない？これえ、お前あれじゃない、ペパーが大事にしてるポケ違った、なんか化けてた、ゾロワークとかいうやつに化けてた。イエスイエス、アゲキツネポケモン、いっぺんに大勢の人を化かす力を持つ、幻の景色を見せて住みかを守る。はあ、これどっから行くんが正解なの、これナッペ山は。ここのエリアも行きたいんだけど、こっちから行けば2番目に強いストリートに行くのか、ジムがこれラストだな。これどっちのが強いんだ、ジム、こっちとこっち。プラス。こっちのが強いんかな、こいつの方が。最強のジムリーでこっちの方が強いのか。まあ、とりあえずこの辺に行くか。まあ、とりあえず行ってくるわ。あの辺の氷、氷、氷山、氷山。なんだ、あの洞窟は。ホラー穴は。面白いな、これな。あ、なんか白竜いる？白竜だ。白竜じゃん。白竜だな、なんかこういうとこもいいんだな。なんか今までなんかレベル上げて進化させてたけど、なんかいらなかったな。もう野生で捕まえられるんだったら野生から行けばよかったわ。とりあえずここの洞窟に行って、これ行き方合ってんのこれ。生き方はなんか違う気がするんだけど、まあ、とりあえずこのまま進む、こう行くと、すげえ、雪山お前、氷鬼じゃなくてない、こいつ。こいつもなんかいるじゃん、普通に。なんかでっけえ、すげえあたら、お前はいいよ。お前はゲットしてるかい。え、レベルいくつぐらいこいつ、50強よ。やべえ、これスネアだと相性悪いな。ちょっとポケモン入れ替えるか。あいな、このポケモンな。なんだこれ、コアラなのか花見垂らしてんのかお前。クマシュン。かわいい。クマシュンだって、クマシュン。ゲッチュー。鼻水垂れそうだな。なんか牧場を思い出すな。氷結ポケモン、くしゃみを始めたら注意。霊気をまとった鼻水を浴びると、投票になる。投票になるぞ。で、こいつの進化系がツンベアなんだ。そこにいるからお前もちょっとお仲間になろうぜ。倒しちゃった。海竜だと強すぎる。まあいいや。黄色の国があんな奥に。なんか、こんなとこにあんだな。あれ、だって、どうやって崖の森がいまいちよくわかって、こんなとこにあんの。はぁ、これあと何本なんだ、黄色の国って何本抜けんだこれ。ボロボロと崩れて消えてしまった。これ上行けんの？行けたな。これ、あ、こっちじゃねえ気がするんだけどさ。上じゃねえ気はするんだけど、とりあえず行くか。何これ、こいつら。全然知らねえけど。よし。封印ポケモン108個の魂でできてる。ありすぎだろ。二度と悪さしないように要石に縛り付けられている。昔なんか悪いことしたんかな。この辺はあれか、新州ではないんだ。大げ、大、おこげ、林、道、林道っつうんかな。上か。これ上なのかな。これ行き方合ってんのこれ。え、ここら辺、あ、ここお前らゲットしてるからいいや。お前も知らないんですが。お前はなんていうポケモンなのかい。雪かぶり。はあ。なんかいきなりレベルが下がったな。なんで？よくわからねえな。ゲッチュー。雪かぶり。こいつはなんだ？進化系か？それともなんか普通のやつか？今までの新種なのか？樹氷ポケモン、人間に興味があるのが雪山で足音を見つけるその周りに集まってくる。あ、モスノってもう進化しねえんだ。さてと、これどこ行きゃいいんだ。すげえ吹雪いてんだけどな、なんか。え、なんだこれ、え、え、あ、お前はいいよ。これな、どこ行きゃいいんだ、これ。合ってんのか？なんかま、合ってねえ気はするんだけど。ちょっと崖登り。なんか進化系がいいんだ、ここに。さっき捕まえたやつの。ちょっと上から行って。オッケー。弱らせないで言ったな。樹氷ポケモン、雪の花が咲くところ、どっからか姿を現し、花が散るとまたどっかに姿を隠す。埋まってきたなぁ。なんですか、お前ら。知らねえなぁ。全然わかんねえな、これ。今回から出てきたポケモンなのか、昔からいたポケモンなのか、どっちなんだか全然わかんねえや。オッケーです。サンタクロースなのか、お前は。
運び屋ポケモン、いつも餌を持ち運んでる。襲われると身を守ろうとして持っている餌を投げつける。投げつけんなあ、なんか埋まってくな、図鑑が。なんかあそこにも穴があるんだよな、ほら穴が。こっちは、こっちも気になるんだよな。こっちも気になるんだけど、あっちのほら穴にも気になるんだよな。どっちから行くか、とりあえずこっちから行くか。え、ここ、あ、でもなんもねえんか。これだけか。あ、これだけか。こっちは、こっちは何かあんの？光ってるー光ってますね。誰だ？あいつは？あいつは何ポケモン？何ポケモンじゃ。え、新種かな？新種だ。でけえのいる、なんか左側に。え？お前ってゲットしたんだっけ？わかんねえんだよ。ゲットしたんだかゲットしてねえんだかわかんねえ。お前は？ゲットポケモン？それもゲットされてないポケモン？どっち？なんか、テラスタイプで雷なんだけど、こいつ。え？ゲットされてる？君。あ、ゲットされてた。いいや、もう逃げよう。大丈夫です。はい。こいつだな、なんかでかいんだよな、めちゃくちゃ。ハルクジラ、でかー。ありがとうございましたハルクジラ。リククジラポケモン、氷エネルギーの集中する上顎の角が超低温になって周囲を凍らせる。え、重くね、これ700キロだって。超デブじゃん。デブって言い方は失礼なんだろうけど。さて、どこ行きゃいいんだ？全然わかんねえんだよ、どこ行きゃ。今、マップ見る？でも、まあ、まだ、まだいいか、マッパ見ずに。マッパ見ずに、まあ、とりあえず好き勝手に探索させてもらうじゃん。まだ。あのてっぺんは別になんもねえよな。なんだあれ？アジトだな、あそこ。アジトだけど、こっちの雪山。あ、ポケモンセンターある。とりあえずポケモンセンター行くか、あそこの。でも右側も気になるんだよな、あっち側な。まあ、とりあえずポケモンセンターでいいか。ポケモンセンターでいいかとか言って、それちゃうんだよな。右側に、結局それちゃうんだよな。気になるんだよな、だって。何このでかい、でかいこの。え、この、とりあえずポケモンは？新種ポケモンはとりあえずいねえな。これなんだ、これ。なんか書いてある、これ。あ、パルデナ実験なんだ。ナッペの手だって。し、なんだナッペの手って。これ別にナッペの手に登ったところでなんもねえよな、この上。すげえ、こんなとこも登れんだ。登ったけど、何もない。ここに登ったけど、ナッペの手に。パルデナ実験に乗ったけど、何もなかったわ。じゃあ、ポケモンセンターだ、とりあえず。よし、ポケモンセンターに着いたぞ。トゥントゥントゥルルーン。もういいか、ジンは。もううちの強チンたちを連れてくか、もう。で、どこ行けばいいのちょっとマップを見るか。マップを見て、今どこにいんだ、ここ。あ、なんかここだな。ここに来て、今どこからどう来たん。こっからこう来たんか。ここら辺こう見てきたわけだ。だからこのまま真っ直ぐ行けんねんな、多分な。まあ、じゃ、とりあえず真っ直ぐ行くか。これ、行き方合ってんのか、これ。行き方が合ってんだか、合ってねえんだか、多分合ってねえんだろうな。あってねえんだろう。本来なんかなんだっけ、あそこの、なんとかタウンも全然名前が出てこねえ。本来さ、本来だよ。本来の行き方って多分こっちのさ、そう、ピケタウンの方から来るんじゃねえ。こっち王者の湖から来ちゃってんだけどさ、まあいいや、そんなのは。どうなんです？何がだよ。何がそうなんですだよ。え、そうなんです、そうなんです。うるせえ、やがましいバカ。パクロクショーもしかできて、私のいとこですかね。あ、だから、遭難じゃないんです。そうなんです。やがましいって、だから。遭難します。そうなんです。じゃないんだよ。じゃあ、とりあえずね、まあ、好き勝手に、行きますわ。ここら辺を進んでいきますね。でも、やっぱなんか、崖登りとかしないで、こうやって道なりに沿ってね、行きますかね。じゃあね。はい。OK、ツンベアをなんかゲットしたな。凍結ポケモン、北国には白い悪魔と恐れられて、霊気を惑った爪と牙で獲物を襲う。260キロ。誰ですか、お前は。お前はなんていうポケモン、雪目の子はぁ。はい、ありがとうございます。マイナス50度の息を吹き、凍らせた獲物を秘密の場所に飾っていると言われている。何飾ってんだろうな。何飾ってるの飾ってるものが書いてあるのか。いや、鬼ホーレーだから進化しねえのか。だって、なんかついたのかこれ。これどこなんだここ。ちょっととりあえずここで初めてマップ、初めてじゃないんだけど、マップを見ると。あ、こっちが先なんだね。ゴーストバッジ、ジムバッジ、ソウルビフルビート。あー、まあ、とりあえずここ行こうか。
フリッチタウンだって、なんか楽しそうな場所だな。ひらひらゆらゆら雪がひらひら、ろそくの日はゆらゆら。なんちゅう話、なんちゅう歌っぽい歌を歌ってんの。毎日はお祭りみたいでしょ。ブリッジタウンは、ここブリッジタウンって言うんだよな。ブリッジタウンは雪と鎮魂の街。なんかやべえな、下ネタっぽいな。鎮魂って読んじゃった。最近はライブ会場も有名だよ。何ここ。ローディングドリーマーへようこそ、いらっしゃいましたね。何これ、あ、なんかいろいろ上がるんだね。今のトレンドは雪山滑り、ナッピ山で、ナッピ山なんか、ナッピ山で挑戦できるのよ。消えますなぁ。そうですね。あ、こっちからも来れんだ。ルート的にはなんかこっちの方が正解だったのかな、こっちから来るのが。まあどっちでもいいや、もう。こう何や、ごめんくさい。本日はいかがされました、会いに来た。高ー基礎ポイントを上げる。あー、なんかすげえな、いろいろ。香りを嗅がせると防御が上がりやすくなる。素早さは、あ、そういうのもあんだね。あー、いいや。雪わらし可愛いだろ。メスだけじゃ雪目の子にし、そうなの、うちのやつはうちのあのポケモンは、あれ、雪わらしがいない。雪わらしでもうちもう進化したんだけど、私もういいや。分からなくなっちゃった、まあいいや。あ、なんかジムあんな、もう行くかジム。なんか大してなんか面白そうなものはなさそうだけど、これどうせ串屋だろこれ。あ、うまそう。美味しい、お外で食べるといつまで美味しい。まあ外食はうまいよな。究極の給料サンドイッチを知ってる、名前にマスターってついてて、レシピは一切不明なの。何それ、それ実家に帰るってねえな。実家に帰るとなんかサンドイッチのレシピをなんかこの間ママに教えてもらったからな。いけねえ、またちょっと行ってみるかな、実家にな。でもここはね、多分こういう、もう一回行った店だしね。なんか冷えるわ、今日も冷えるわ。辛いの食べたらただまろ、なんもねえな。とりあえずまあじゃあもうジム行くか。とりあえずもうさっさとジム行って片付けていきますよ。でポケモンでちょっとね、あのトゥンベアと電流をね入れてみました。今日新種ね、この2体をメインでちょっと使ってあげて、でダメだったらねボコボコにしてあげるっていう戦法でいきたいと思いますので。何、紫のステージ、ジムテストで紫のステージは光ってとっても綺麗なの。ライムのライブ見たことある、フルエゼ魂ってやつがさ、あ、なんか、なんだ、そうだ、あれだ、なんかまあジム長ジムリーダーに挑戦するとなんかやんなきゃいけないんだよ、その前に。なんかね、こいつらはジムリーダーの、1年半前、ジムリーダーのタイムさんが引退、あ、タイムね。タイムが引退してライム、あ、そういうこと？タイムの妹なんだね、ここのジムリーダーはね。じゃあちょっと行ってくるか。数学の先生、タイムです。あ、出た。ストーカー女。聞いたよ、ジムマッチ、6つおめでとう。そこでバッチャ詰められるの、挑戦者の1割もいないんだよ。よっぽどみんな弱いんじゃない。さすが私が見込んだポケモントレーナーだ。どうかな。そうだよ、最初に戦った時強くなるなと分かったらみんなが弱いだけなんじゃない。そうだ、ジムに行く前にウォーミングアップはどうかな。いつもならやってきますか。いや、やりません。大丈夫です、結構です。もう念はボコボコにしてやるか。ちょっと電流とさ、ツンベアで行こうと思ったんだけど、ちょっとこいつだけはボコボコに、前回なんかこっちを手抜いてやったからさ。んじゃパーン、ここで戦うよ。バトルコードはこんな感じじゃ、ふむふむ、要チェックだね。ポケモンの足の踏ん張りとかにちょっぴり影響あるかもしれない。強引に連れてきちゃったけど、ジム前の準備運動ってことで、実りある勝負をしよう。もう前回手抜いたから、今回も全力でいってやる。もう帰りを出してやる、こっちの最強を。もう。トゥ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 、ポケモントレーナーの全部が勝負を仕掛けた。まあ一匹ぐらいはちょっとこっちの、ヌガルガンか。こっちのなんか、さっきゲットしたツンベアルってやるか。レベルいくつ前なんだろうな。で、6つのバッチ、そのうち見せてもらいましょうかね。6つ持ってるとネモはレベルいくつぐらいなんだ。42か、弱チンだな。とりあえず一旦これいっか。とりあえず一旦ね、ツンベアでどんぐらいいっか。いな、向こうの方が素早く早いんだ。つえーな、効果抜群かで最悪だな。で、当たんねえんだろ、どうせ。最低だな。こういうやつがいるからなんかクソ。効果抜群は誰が持ってんの。あ、いるな。かわいそうな。海竜と、あ、でも、スネオでもいけんか。じゃあスネオでいいや。もうスネオ出してやれ。かわいそう。もう今回コテンパンにやっつけてるから、前回なんかこっちは手抜いてやったからな。さあ、岩流れ。ふん、弱チンだな。さあ、じゃあこっちは、じゃあエナジーボールでとりあえず一発ね。もうスネオ全員片付けてやる、4体。
さよなら、バイバイ。ご愁傷様です。痛いでもらっちゃったね。お返しさせてもらうね。もう全部スネ夫でいきます今回は。はい、で経験値もらえねえな。メメイル大丈夫です、このままいきます。あ、わかんねえ、タイプ相性全然わかんねえんだけど、これどうなの、悪いの、いいの、よくねえな。じゃれつくは効果抜群なんだ。でもじゃれつくってあんま強いイメージ。あ、でも全部いったわ。弱いな。でも前回はね、手を抜いてあげたんだよね。もう勝った気にならないでね。パーモット、パーモットか、出た。こいつ進化させるのめっちゃ大変だったんだよなこいつな。もうなんか1000歩歩かさなきゃいけないと意味不明な進化のあれだったからな。じゃれつけも一回、はい、さよなら。余裕だな。もうはい、最後あれだろ、バレリーナだろ、ウェイニバル。いや大丈夫です、このままいきます。ギリギリの攻防どこそこ最後までわかんない。テラスタル使ってくんだよな。でもいいや、テラスタル使ってくんだろうけど、こっちはもうテラスタルなしすんだよでいくか。はい、前回こいつにコテンパンにやられたからな。トリックラーで終わりにしてやれ。どうせテラスタルだろ、こっちは使わねえから。使ってない、ハンデだ、ハンデ。カットします。はい、トリックフラワーで終わりです、バイバイ。テラスタル死ないで余裕だったわ。はい、コテンパンにやっつけてあげました。何が起こるかわからない、だから勝負は面白いの。うるせえ。相手上には倒れた、バイバイ。スネゴレベル終わった。59レベルになったな。やっぱり君こそが7740円。これ勝負私の負け。すっごく強くなって運いいね。もうそろそろだね。ポケモンは体があって準備当てない。勝負の俺にこれどうぞ。満タンの薬を3個も癖に入れた。回復ポケットにしまった。チャンピオンプラグまであもう少し、残り2つ頑張って、受付まで送ってくね。よし、じゃあ行きます。ジム、ようこそブリッジジムへ。挑戦者のお名前を登録します。ユウさんですね。当ジムリーダー、ライムと勝負するにはジムテストをクリアする必要があります。ブリッジジムのジムテストはオープニングアクト、いわゆる前座ですね。ジムリーダーのライブが始まる前にステージ上でポケモン勝負、熱い死闘で客席を盛り上げてください。もうさっきネムとや、ネムじゃねえや。やったんだけどな、あいつと。ライブ会場にいる MC と話せばジムテストを始められますよ。それでは行ってらっしゃい。じゃあ行くか。またポケモン勝負やんのか。こいつか？オープニングアクト。来たな、前座かも任されたトレーナー。俺のは MC かも。ライブ会場こちらで、これから君にはポケモン2匹で戦わせる。ダブルバトルしてもらうよ。ダブルでポケモン勝負。かませば、上げが2倍で客席上げ上げ、会場爆上げ、フリッチ雪解け。温まったってライブ会場にジムリがご機嫌に登場。ジムテストはクリアってわけさ。あ、2匹なの？ステージ上がればアクト開始。3連勝するまで途中解除で確保してチャレンジしてくれよ。オープニングアクト、ジムテスト、かましたら準備は OK なのかね？ OK。これ2匹、戦闘の2匹とか？やばい。戦闘の2匹とかだった？もしかして、やばいぞ。これやばい。石食った。ライブ会場盛り上げよう。やべえな。戦闘の2匹とかだったの？レディース・ジェントルマン、今回のライブオープニングアクトは U のダブルバトル3連戦だ。挑戦者 U には最初に立ちはばかる相手には、子供かお子ちゃまかそよ風を呼ぶ少年パフォーマー U やん。ダブルバトル1たす1、その答え君は知っているのかな？なんだこれ。ジムトレーナー U やんが勝負を仕掛けてきた。レベルいくつぐらいなんだ？ここの影坊主と、あ、そういうこと？こっちを繰り出した。こっちは？うわぁ、なんかこっちの最強連れてくればよかったなぁ。完全にミスった。40-40か、でも、吹雪。吹雪と、どうすっかね。原子の力にしとくか。どっちにしとく？まあいいや、わかんねえや。当たれ。あ、当たった。あ、いいね。両方ともなんかダブルでこれ、全体攻撃なんか。これ全体攻撃と全体攻撃じゃないやつがあるのかな。よくわかんねえんだよ、それだな。あ、凍った。ありがてぇ。いった、吹雪はすげえありがてえな。多分暴風とかも全体攻撃じゃない、もしかして。強っ、すごい勝負始まっちゃった。友達呼んで応援するよ。
あ、攻撃が上がった、ありがてえな。攻撃が上がった、ありがてえな。特攻が上がった。で、効果なしなんだ、雪景色って何？氷タイプの防御だって、とりあえず雪景色をしとくか。で、弦が、こいつとりあえず命中率が一番高いな、ね。100、100、100。あ、別に何でもいいや。じゃあ焼き尽くせいいや。あれ、なんでうまく決まらなかった？なんで？3連戦ってことはあと2回あんのか。ニューヨンとの勝負に勝った。悲しそう。お前が弱いんが悪いんだよ。ひどい。で、客席の声援が少し大きくなった。少しだけかよ。配信技術、観客のボルテージ上がるほどライトアップするシステムだ。その調子でどんどんかましていってくれよ。続きまして次の対戦で人を選ぶ音楽家ベシャミ。あ、なんか大人になったな。弱さを補い強く2匹のユニゾンハーモニー。ジムトレーナーのベシャミが勝負を仕掛けてきた。さあ次誰と誰を出してくるんだ。ゴーストとムーマ。ゴーストタイプか。ポケモン変えてんだよな。とりあえず吹雪で、で弦が、あ、これポケモン入れ替えないんだ。ヒートスタンプ、ヒートスタンプって、あ、そうか、思いやすか。じゃあ焼き尽くすか。すげえな、なんか全体攻撃と全体攻撃じゃないのかな。それがよくわかんないんだよな。お互いに体力が分かっちゃって、やめてくれ。あ、ムーマあんま効かねえんだ。これの方がね、防御力がゴーストが低いんかな。あ、ゴーストはや、とりあえずゴーストやっつけたわ。あ、ギャロスなんか来るな。暴れる？暴れるって。あ、強えんだ。ただ混乱はするんだね。どうすか？噛みつく。アクアテイル、でもアクアテイル命中90、100。あ、100はあんのか、命中な。ハイドロポンプもアクアテイル一旦外すとか。はい。で、あの子やっぱりすごいかも。その調子で頑張って。うるせえ。え、特攻が上がった。え、現攻撃が上がった。どうすか。なんで暴れる効果ねえんだろうな。でも吹雪しか選択肢はねえんだよな。痛み分けしないで、やめて、分かち合わないで。あ、一発いった。次ガラストかな。バイバイ、帰んな。まだまだ不調和音でした。不協和音をトゥルルトゥ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 ルトゥトゥル。先生わかんない。欅坂不協和音。客席は熱気に包まれている。優の悪と声援もライドもド派手になってきた。まさかのトビーサプライズ、ここまでかますとは。次ラストは3人目、最後のお相手はこの俺、 MC カナダ。おめえか。おめえかよ。司会もポケモンもお手の物、ダブルでお手玉してやるよ。ジムトレーナー MC カナダが勝負を仕掛けていった。とりあえず吹雪と焼き尽くすで終わりにいいのかな。闇ラスト、でも全部ゴーストタウン、ゴーストタイプなのかな。はい。で、とりあえず吹雪効果抜群。吹雪効果抜群で当たれば自爆、意味わからないよ。ちょっぱなにそれやる？ヤミラスには、はぁ、あ、勝手に倒しちゃった。まあいいや。あ、なんか電流のレベル上がった。パワージェム。これなんか常にだね、パワージェム。そう、効果抜群でもあんま食らってねえな。焼き尽くす。はい、バイバイ。よし、これでジムリーダーに挑戦できるわけね。はい。じゃ、とりあえずこのメンツでいくか。ツンベア戦闘で、多分吹雪が5回しか使えないから、5回吹雪やり終わったら、もうポケモンチェンジだね。今回のジムリーダーは。客席のボルテージは最高潮だ。うわーわ、なんてすごい勝負だ。あ、こんなのめったに見られないわ。
サンキュー、ジムキャプター合格だめと、みんな盛大な拍手を。やったぜ、合格。背筋がブルっちまうほど痛いからメインを呼ぶ準備は完璧。それでは皆さんご一緒に本日の主役、カモンソウルヒルブーツ。あれこれジムリーダー、これそのまま続けてやんの。もうライム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 、タイムの妹だっけ。あ、タイムに似てんな、やっぱ黙りな、怖。あんたたち。ジェラシー感じるノイジー、ノイズナイスなご加減にご機嫌かい。イエーイ、ご機嫌、ライム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 。オープニングサンキューベイビー、あたいが食えば退屈させないよ。ジムテストお疲れ様、マジで最高だってありがとう。しばらくライムタイムだからジム受付に報告しよう。ライムタイムってなんだよ、ライムタイムってしばらくライムタイム紛らわしいんだよな。ライムタイムってライムの姉ちゃんだかあれだろ、もうタイムだしさ名前さあ、やべえ、ポケモンって回復してんのこれ。まあいいや、してなくてもまあいいや、とりあえずこのままいきますわ。はい、とりあえずじゃあツンベアが最初ね、ツンツンして、ツンベアでツンツンして、ダメだったら電流に交代して、で、ダメだったらもううちの最強メンツを繰り出すという作戦で。ヨーヨー。バトルコートがリズミカル話し声が聞こえる。なんだ、こいつら勝負してんのか。今日こそ負けずでラップバトルでヨートーモン倒すで、いつ青向け。俺のラップ聞けよ、ジムリーダー。俺はトップ店のバイトリーダー。全然因果踏んでねえな。ズンズンチャッチャカ、ズンズンチャッチャカ。バイトじゃリーダー、ライムじゃビギナー。敗者は帰りな、さっときな。あたいはライム、優しさタイムじゃないか、ライクザタイム、ダイナマイト。ワックでワナビナ、アントニア、ラップでマナビナ、ナウマイダー、ヘイ。ズンズンチャッチャカ、ズンズンチャッチャカ。乾杯惨敗両成敗、次こそリベンジ午後3時ノリで言ってるよ。待ちな、まだ乗ってきなよ。はあ、なんだい午後3時って自由なバイブス決めやがってさ。顔が怖えなこいつ。諦め早め、早めで悲しいね。骨洗いちゃいないかね、めん。お次の相手は全然あんた。ジムバトル、ラップバトル、どっちだい。ラップバトルあんたの判断、ジョークが上手だ、冗談だ。ラタイの話し方が不思議に聞こえるって。こいつのラップ音の響きが同じ言葉を覆しつつ、魂の闇闇旅立ちたちまち雷、そんな毎日大体ありがちってな感じさ。伝わったかい。いいえ伝わりません。あんたポケモンドライバー、高ぶるハートは勝負だしな。あたりも本名はラッパーだけどゴーストポケモン使ってたら右に出るものはちょっといないよ。じゃあこっちもゴーストタイプにすればよかったな。ゴーストタイプとゴーストタイプで、お前のゴーストタイプよりもこっちのゴーストタイプが強いっていうところ見せつけてやりたかったな。語りがバイブス、生命、霊生命、勝負するフィール。はい。ジムリーダーのライムが勝負を仕掛けてきた。あ、ダブル戦なんね、またね。そういうことね。ジュベッタとミミッキュー。まだこいつら2匹が。ディアポケモンに書いて、ダブルバトル、ライムズスタイル、変わる変わるでワンダフル、ワンダフル。41レベル、4体持ってるってことは、これ22、あと2体出てくるってことなのかな。戦う。原始の力。ライム学生さんは、アゲアゲな勝負期待してるで、ちょっと電流使いたかったんだけどな。電流に変え、電流にか、ちょっと倒したら変えられねえかな、ポケモン。何これ。不意打ち。やめて。向こうのが素早い。当たんねえ。マジかー。あ、でも、チベッタに当たったんだ。あげの皮。とりあえず、吹雪と、じゃあ、焼き尽くしていただこうかね。焼き尽くしてもらおう。あげ打ち。よくわかんない。なんか不意打ちでどんどんやられてんだな。ジュペッタはいきそうだな。焼き尽くすわ。ミミッキュは倒れねー。ちょっとうちの電流に入れ替えたんじゃねえ。ちょっと電流を使ってみたいんだけど。
え、墓ノックをクリアしたい。ちょっとポケモン変えるタイミングだな。どっちかがやられないと。ライムのポケモン撃破、今日興奮してきたよ。もういいよ、どっちかやられて。ちょっと電流が見たい。どっちかやられてってすげえな。攻撃上がった。どこ上がった。じゃあとりあえずもう一回吹雪で、ちょっと電流にしたいんだよな。ちょっと電流に一回変えるか。まあでも一回倒れた時にいっか。焼き尽くす。なんかさっきから俺こればっかだな。ゴーストダイブ一瞬にしてきた。ねえ、やめて。当たんねえんだろうね。やめてよ、当ててくれよ。当たんねんかい。当たんねん。あ、ハガボックに当たんねんってこと。ミミッキュー、ミミッキュー、あともうちょい。速攻アンサー返して、ライブライブライブ。素早さが分かった。吹雪、あ、やべ、吹雪はもう使えなくなっちゃうな。でもちょうどいいか、ツンビはもう吹雪なくなって、ちょうどいなくなる、いなくなるって。もうやられそうだし。もあ、両方行く、あ、両方行ったわ。で、これ次ラストかね、ライムのポケモンは。テラッタルしてくんかな。あとちょっとだ、一人だ。ライムの攻撃持ちこたえてる。頑張れ頑張れ。素早さが上がった、素早さが上がった。どうすかね。でも吹雪がラストか。じゃあ次くやったらもう入れ替えだな。ちょっと電流使いたかったんだけどな。墓ノックを倒してからいいか、入れ替えるの。テッドリストはいよいよラストハウっていくよ。クラップや、見えなかった。なんかいっぱい墓ノックが出てきたな。なんでこんな出てくんのこれ。当たりの歌は視野も蘇るやつ。 DJ ボチもご機嫌だね。あ、テラスはやっぱしてくんだね。目が怖いんだよお前、目が怖いよ、目が怖いって。こっちがあれなんだ、テラスタルなんだな。2匹ともしてくるわけではないんだね。ゴーストダイブ出たー、またいなくなるやつだ、めんどくせえ。タッタッタタラララタラ、当たんねんかい。あ、そうか、墓ノック上がる。ストリンダーにも当たんねんかい。ラララッタラララッタラ、強っ。強っ。じゃあ、それでようやく電流出せる。電流つっても、こいつも電気タイプなんだよな。タタラッタ、ようやくこれで電流が見えるわ。ポケモン入れ替えよう。さてと。ゴーストテラスタル最高。ライブマジ輝いてるよ。うるせえな、こっちの応援をしやがれ、観客め。タッタッタタタタタタラララタッタラタラララ。何、ハガドックの特防が、なんで向こうばっか上がってるの。なんで向こうばっか上がってるの。攻撃、なんで向こうばっか上がってるの。なんで向こうばっか上がってるの。ずるいよ、ずるいだろ。そんな上げなくてもいいじゃん。上げすぎじゃね、いろいろ能力を。エレキボール。相手より素早さが速いほど威力が上がる。速いのか。怪しい光を相手に混乱させる。威力80か。宝石よりきらめく光。これも80だな。岩か電気かなのか。どっちの方がいいんだ。あ、これ単体。あ、これ全体。じゃあこっちでしょ。ヒートスタンプってあるか。あ、やべ、ヒートスタンプって。でもヒートスタンプあるか。単体か。原子の力も単体だね。じゃあ焼き尽くすでいいや。あ、OK、OK。とりあえず生き残ったからいいや。あ、OK、OK。とりあえず生き残ったけど、ギリギリ。これで墓ノックはおしまいと。あと半分だな。あともうちょいか。あ、倒れたな、なんか。あれか、味方も攻撃してんのかあれ。じゃあもうあとはスネ落ちんでいくか。
レベルが低いギャラスの方が良かったか。まあいいや。どっちでもいいや、もう。サズナバイブス、プチョヘッザー、ライブライブライ。今日防御とかねえんかな。命中率上がった。それはどうでもいいぜ。じゃあパワージムで、でもパワージムだよね。向こう電気タイプだよね、あれ金だ。でもタイプ変わってんのか、よくわかんねえな。ゴーストタイプは電気タイプに変わってんのか、よくわかんねえな。まあいいや、とりあえず一旦グラスフィードしとくか。もう最初なんか電流に決めてほしいんだよな。グラスフィードだと向こうの回復しちゃうんだよな多分な。でもまあいいや、とりあえず電流で仕留めたいから一旦攻撃しないで。スネオは強っ。いかないかな。でもいいや、スネオで片付けるか。これいかなかった。あ、いったいった、電流でいったじゃん。はい、ありがとうございました。よし、これでジムバッジが7つだな。もう次がラストだ、ジムも。あばよ。パンチライン?パンチライン?団地が負けても値はそう、下ネタを急に言い出したな、こいつは。ははは、いいね。あんたの魂、ビンビン感じたよ。値をうならせると、コツがある。ふん、ジムバッジ持っていきな。アタイライブ特等席で聞ける権利もついでる。いや、大丈夫です。なんちゅうやね。あいつやべえな。ジムバッジ7個持ってればレベル55までのポケモン捕まえやすい言うことも聞くよ。ラップで興奮、いい気分だ。お、もう一つおまけにプレゼントだよ。シャドーボールを手に入れた。まだまだ企画されてないね。用事が終わったらまた来な。今度はラップバトルでもいいさな。グッドラブを応援してるよ。バイバイベイビー。何気に1時間半やって、1時間半やってるわ。もうちょい1時間半かかんないで、なんか短めにしたかったんだけどな。出た。関西弁のチリちゃん。え、娘?ジム巡る調子ええやん。チリちゃん、チリちゃん、娘ではなかった。君ら初対面か。え、この兄ちゃん、ユー。トップを見てみてくれ。ポケモン強いんやで。あらあら、ポピーのポケモンもとても強いと思いますけど。ポピーってなんだ、どっちが強いんやろうな。あ、ポピーってこの子ね。ポピー四天王だから、ポピーの方が、四天王なのお前。かわいい、この子ちっこいけど四天王やんで。そうなんですの、ポピーのポケモンお兄ちゃんに早く見せたいです。ポケモンリーグという最高峰の場所で今か今かと待っておりますので。あ、ちょい待ち、ポピーのためにも頑張ったってな。これはポピー、チリちゃん置いてくなよ。はい、ということで、あ、授業の続きが、これ次授業いけんだ。おい、ポケモンすまねえな。どうすかな、とりあえずジムバッジを倒し、ぶっ倒してっから、あれか、授業受けられる、授業受けてくるか。ということで、今回ね、これで終わりたいと思います。いいね、終わりがどんどん近づいていくね。でもまだ、まだあとジムが1個と、スターダストが2個あんだよな。で、期末テストもやんなきゃだし、で、伝説のポケモンだから今の杭を抜かなきゃいけないし、やることいっぱいあんだよな。もう3ヶ月以上経ってんだけど、ポケモン発売して。ちょっと編集、手抜きしよう。はい、ということで今回ね、これで終わりたいと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。またね、次回の動画でお会いしましょう。高評価、チャンネル登録よろしく。バイバーイ。